我会一辈子珍惜你。我会一辈子珍惜你。これはですね、一生大切にします。ですね。大家好，我是Akira，你们好吗？今回はなんとこのLで日本語講座をしたいと思います。日常的に活用できるちょっとしたね単語を。今回は少しでありますけども皆様に教えたいと思います。まず一つ目、最近好吗？最近好吗？これはお元気ですかです。お元気ですか？最近好吗？さあ皆さん一緒にせーの、お元気ですか。続きまして、なになにさまちゅう、これはですね、〇〇はどこですか、場所を尋ねる言葉ですね。〇〇はどこですか、さまちゅうですね。はい、せーの、皆さんで〇〇はどこですか。続きまして、チンウンツァガドーサオチェン、チンウンツァガドーサオチェン、これはおいくらですか、買い物をするときにですね、尋ねる、これはおいくらですか。はい、皆さんで一緒にせーの、これはおいくらですか。続きまして、フェイチャンガンシェー、フェイチャンガンシェー、これは誠にありがとうございます。はい、ありがとうございますの丁寧な言葉ですね。誠にありがとうございます。皆さんで一緒にせーの、誠にありがとうございます。続きまして、我会一辈子珍惜你。我会一辈子珍惜你。これはですね、一生大切にしますね、一生大切にします。我会一辈子珍惜你。せーの、皆さんで一生大切にします。続きまして、ラストとなります、シャンジェンニー、シャンジェンニー、あなたに会いたいです、あなたに会いたいです。じゃあみんなで一緒にせーの、あなたに会いたいです。はい、ありがとうございました。また機会がありましたら日本語講座をしたいなと思います。それでは、再见。